はい、皆さんこんにちは、一ノ瀬はじめです。今日もマインクラフト始めていきたいと思います。今日は、まあ、前回説明したゴーレムトラップがこれですね。この中なんかだんだんこれ村人外出ちゃってますね。どうしよっかな。あ、そうか、これこれを壊しちゃえばいいのか。ここからね、置いて、師匠さんたちはここ開けといて入ってきてもらおうかな。こっち、こっちこっち、はい、入って入って入って、入らないとやられちゃうよ。どうぞどうぞ。まあいいや、夜が来た時に開けてあげればいいかな。よし、じゃあ村に戻ります。到着しました。はい、今日はですね、ちょっと見せたいもの、この間の動画でもちらちら見えちゃってたかもしれませんが、ちょっと頑張ってですね、裏で作ってみました。こちらね、はい、じゃあいきますよ。これじゃーんと、これですね、ちょっと和風の建築に興味を持ちまして、作ってみました。これですね、どうですか。結構いい感じに仕上がったんじゃないかなと自分では思ってます。ですね、でですね、この中にですね、あそこにあるあのエンチャントテーブル、エンチャントテーブルをここに移設してですね、ここでいい感じにこうガチャガチャガチャっとエンチャントできるような形を取っていきたいと思っております。ちょっとですね、まだその下からガシャガシャ出すレッドストーン回路がよく理解できてないので、またちょっと勉強してですね、あちらにあるエンチャントテーブルをここの中に移設したいと思っております。それとですね、あそこですね、あそこ、この村の端っこを整地いたしまして、ここですね、村人、農民を2人ですね、この中に入ってもらって、このようにですね、自動で植えてもらう、っていうか、まあ村人さんに植えてもらって、まあ、向こうのシステムは前作った自動収穫機と同じものをですね、こっちに設けてあるので、この農民さんあんまり働きよくないな。育ったら向こうから水が流れてきて、ここで回収できるシステムになっております。
ちょっと、村人さんの働きが良くないので、全然この人植えてくれないですね、種。で、種はですね、反対側のあの、村人さんの部屋の中にですね、ここにホッパーじゃないわ、ドロッパー。ドロッパーをここに置いて、あの間圧板を踏むとですね、この中に種がこれだけ入れてあって、自動で踏んだら出てくるので、種がそこから供給される仕組みになっております。で、まあ、この下スペースちょっと余裕があったので、ここにもですね、ちょっと村を拡張させる意味でもですね、こんな感じで、まあ、何もないですけど、部屋を作ってあります。で、登るときはですね、ここからですね、ここから上がっていって、ちょっとレッドストーンがあまりないので、ここの、ここにスイッチを置いて、このディスペンサーから水を出す感じですね。はい、まあ、この間にやったことはこれぐらいですかね。あともう一個ありましたね。ここはまあ交易所としてぼちぼち並べてありますが、もう一人空いてるんですね。で、それよりはですね、ここのパン工場。パン工場も作ってみたんですが、そうですね、全然パンたまんないんですね。何が悪いんだろうな。この村農民さんもですね、ちゃんと仕事はしてくれて、種も植えて育ててくれてるんですが、一向になってもパンできてこないんですよね。何が悪いんだろうな。確か他の動画見てもこの感じで作ってあったと思うんですが、うん、夜が来ますね。ちょっと寝ましょうか。あれ、あんなとこに浮いてる石なの、あの上なんかあるのかな。ちょっと探検行ってみましょうか。あの上、あ、何があるんだろう。さあ、それでは行きましょうか。雪があるんだな、あっちは。雪ちょっと、まあ、あの上に何があるかちょっとわかんないんですけど、雪もちょっと欲しいんでちょうどいいですね。これはどうやって行ったらいいのかな。しまった、土持ってこなかった。この辺ちょっと削ってみますか。こんぐらいあればいけるかな。ちょっとここから行きますか。壊しても何にもならないのか。スコップじゃないとダメなのかな。お、やっぱりそうか、スコップ。あ、やべ。
土の上だけじゃなくて石の上にも雪積もるんですね。ていうか何もないな、ここ。この新雪の音みたいなのいいですね。本当に何もない。ただ浮いてるだけの。これ雪取ったらまた降るのかな。なくならない？よし、じゃあ帰りましょうかね。特に何にもなかった。あ、結構取れた。これは4つ並べると雪ブロックですね。こうやって見ると全然ないな。あっち、あっちは何があるの？あ、なんかすごい。バイオエクストリームヒルズ。そんなんあるんだ。あそこはちょっと、中入ってみたら面白そう。うわ、なんかすげえ、かっこいいな、これ。なんだ、なんだ。あれ？あ、クリーパーさん発見。ついあれ、一撃で死んじゃった。すげえな、この矢。ではでは、ちょっとあれ、何もない。ひょっとして終了ですか。登っちゃってる。何にもないね。こっちは影になってるから暗いだけ。こっちは何？おお、なんだここ。ここはちょっといけそうな感じだね。エンダーマン。ちょっと広そうな感じがしますね、これ。いけるか？あ、これ。何もない感じ。終わっちゃった。せっかくなんで石炭でも取っていきますか。
はい、とまあ今日はこんな感じで終わりましょうか。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバイ。